フェッチメールはパズイックス互換オペレーティングシステム向けのオープンソースソフトウェアでメールサーバからポップ3、imap、イタン、オムドアといったプロトコルを使って電子メールをユーザーのローカルシステムに持ってくる。カール・ハリスの書いたポップクライアントというプログラムをベースに開発された。フェッチメールはソフトウェア自体よりも作者であるエリック・レイモンドが オープンソースのソフトウェア開発理論を論じる際のモデルにしたことで有名である。そのソフトウェア開発方法論を論じたエッセイガラントバザールは広く読まれ多大な影響を与えた。ダニエル・バーンスタインゲッティメイルの作者チャールズ・カザバンフリーブスド開発者テリー・ランベールらはフェッチメイルの設計を批判している。いくつもセキュリティホールがあるのに早まって 保守状態に持っていた点が問題とされている。2004年、新たなメンテナーたちがフェッチメイルの開発を引き受け、かつてエリック・レイモンドが下した設計上の決定を覆すような新たな開発計画を立てた。ありがとうございます。